無体俊介は、日本の政治家、行政学者。自由民主党所属の衆議院議員、環境副大臣兼内閣府副大臣。元総務省官僚。元内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官。神奈川大学教授。本名は、つと俊介。長野県南安住郡三里村出身。父、竹彦は、教師で。 アズ川中学校長を退職後は、豊島近代美術館長などを務めた。長野県松本深志高等学校を経て、1980年に東京大学法学部を卒業し、休日賞入賞。入賞後は、休日賞勤務のほか広島県地域整備課、外務省経済協力局などを経て、1985年4月。 群馬県総務部行政管理課長、1986年4月、群馬県企画部地域振興課長、1988年、群馬県総務部財政課長、1990年自治省、行政局公務員部副理課長、補佐、1992年自治省財政局、調整室長、補佐、1993年7月自治省税務局府、 県税課課長、補佐、1994年4月。自治省税務局企画課課長、補佐、1995年1月自治省税務局、企画課理時間、同年6月自治省大臣官房総務課理時間、1997年、茨城県総務部次長、1998年、茨城県総務部長、2000年自治省大臣、 官房企画関係総理府地方、文献推進委員会事務局参事官、2001年、消防庁防災課長、安全保障会議事務局参事官、2004年総務省、自治財政局調整課長に就任。2006年、総務省大臣官房参事官に就任。同年春、弁護士の永田恒次が代表を務める新長野県政、連絡協議会から、 この年の長野県知事選挙への出馬を要請されるが、誇示した。2007年財団法人自治体、国際化協会ロンドン事務所長などを務め、2008年、退官。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で、長野2区より自由民主党公認、公明党推薦で立候補するも、現職の下条密に敗れ、落選。 2010年4月より、神奈川大学法学部自治行政学科教授。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、再度長野2区より自民党公認、公明党推薦で立候補し、前回敗れた下条らを破り初当選。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で、長野2区で再選。 2016年8月から第3次安倍第2次改造内閣で内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官を務めた。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙で長野2区で下条三津に敗れたが比例北陸新越ブロックで当選。2021年3月に自民党有志が設立した。 選択的夫婦別指制度を早期に実現する議員連盟に参加し同連盟の幹事に就任した。2021年10月31日第49回衆議院議員総選挙で再び立憲民主党から出馬した下条に敗れるも比例復活で4戦。ありがとうございます。